ーバーに右の肩に、そしてジュニア最強の証ジュニアタッグのベルトはその腰に。果たして8度目の防衛戦で何を見せるか。ヘビーにジュニアに敵は全てなぎ倒す丸藤直道リングイン。白と青コントラストを織りなす GHC、 誇らしげに輝きます代々木のメインのマットです。試合前に GHC タイトル管理長城東より選手権試合宣言でございます。認定書、この試合は GHC タイトル管理委員会が認定する GHC ジュニアヘビー級タグ選手権試合であることを宣言する。2004年10月22日 GHC 管理委員長上平 10.22 代表のこの日唯一のタイトルマッチ、この2人がメインのマットに立つのは4回目。丸藤健太の頑張りでノアにおけるジュニアの地位は一層向上を見ました。丸藤健太、8度目の防衛戦の相手はフリーを宣言してレスラーとして新たな一歩を踏み出した諏訪、そしてその隣にはリッキー・マルビン、3度目の挑戦。ノア殴り込みからタイトルマッチまでたどり着いた諏訪が代々木のマットで果たしてどういう戦いを見せるのか。60分一歩勝負を行います。カーボーナー挑戦者チーム180ポンドリッキー・マルビン、3度目の正直なるか。リッキー・マルビン215ポンドスーワー、新たな一歩はけじめの一戦、ブーイングも混じります。スワ中野コーナーチャンピオンチーム185ポンドケンタ、見据える先には海外での防衛も視野に捉えるケンタ195ポンド丸藤直道。ノアジュニア最強の証明へ8度目の防衛戦、丸藤直道。代々木のメインのマットはジュニア選手4人が、おっと本当に今日は僕たちがあなたのケツを蹴り飛ばしてやるからよろしくね。あ、リッキー・マルビンがユーモアも交えてその日本語でアピールをしました。やれるもんならやってみろという、こちらがチャンピオン丸藤直道、そして画面右に健太。さあ諏訪の挑む一戦、ノアで何を残せるのか、これが一つの集大成になります。 GHC ジュニアタック選手権試合 9.10 日本武道館でのマイクアピールからついにここまでたどり着きました。視線の先に丸藤健太、三沢もこの試合を見つめます。2つ前の試合を終えたばかり、まだ汗の光る三沢光晴、タイトルマッチをジュニアに任せた、その試合の行方も気になるんでしょう。おっとレフリー山本につかみかかろうかという動きも見せました諏訪。自分の持ち味はヒールファイト、おそらくノアジュニア自分のファイトはなかなか似たスタイルの選手はいないでしょうと話した諏訪。チャンピオンチームもはや風格すら漂っています。このベルトが制定されて以来、この2本の青いベルトは一度たりとも丸藤健太の腰から離れたことがありません。丸藤健太の腰の感触しか知らない。おお、唾を吐いた唾に張り手で健太、今後またして試合は始まった。諏訪と健太の張り合い、メインイベント GHC ジュニアタック選手権、思わぬ形で火がついた。張り手を見舞っていく諏訪、キックで返す健太、ロープの反動を使って張り手は諏訪、逆に返していく健太のハイキック、顔面を捉える、胸元に重い一発、ローリングのキックから、さあ健太が何を見せるか、ロープの反動を使って、あっとキックはかわして、いやしかし顔面を捉えた。リッキー・マルビンも入ってきます。丸藤が飛ぶ、いやエプロンサイドがキックを放って、いや諏訪がそれを阻止しました。足を捉えた諏訪、リングの中はマルビン、そして健太です。放送の解説は2002年の7月、ここ代々木で涙の引退試合を行い、そしてトレーナーとなりました朝子悟さんです。朝子さん、はい、思わぬ形で試合が始まりましたね。そうですよね、やっぱあれの声をなるってことね、ある程度予測してましたけどね、意外な形で火を吹きましたよね。さあ諏訪が飛ぶ、飛べていしだ、綺麗に飛んでいった一直線。朝子さん、はい、諏訪選手はこういった飛び技ここまでほとんど見せませんでしたよね、はい、やっぱりタイトルマッチ用に取っていたっていうのもあると思うんですよ。手の内を最初に見せてしまうとね、やっぱり相手に安心させてしまいますからね、はい、
これは見事な先制攻撃になりました。今の一発では、ね、やはりね、圭太選手にとってもこんなのがあったのかっていう意外なね、やっぱりまだ他にもあるんじゃないかってそう思わせるだけインパクトありますよね。はい、おそらくは精神的なダメージも大きいんでしょうね。大きいでしょうね。そしてやっぱ諏訪選手にとったらね、はい、今日の試合はレスラー生活の方が大一番といいと思いますよ。古いになってフロームに上がって、はい、メインイベントしかもタイトルマッチ、はい、今日もし勝つようなことがあればね、人生最高の日じゃないですかね。そうでしょうね。ノア参戦はプロレスラーとして新たな一歩だと話した諏訪です。さあタッチを受けたマルビンが果敢にも健太にキックで挑んでいきますが、ここはキックの本家本元健太が蹴り返していく。そして蹴り倒しました。キックには人一倍、ここまでいてもね、やっぱり健太選手のキックの重さが伝わってきますよね。そうですね、重い音がこの代々木に響き渡りました。そして丸藤です。これで両陣営ともにタッチが一度ずつ交わされています。丸藤とマルビン、秋山純を倒してあの白い GHC を手にし、それを持って入場してきました丸藤直道。さあ試合のスピード上がってくるか。飛び越えたディープフロックをする丸藤、そしておっと側転でかわした丸藤、ああ爆笑を見せたがそこにドロップキック。先の先を読んだという丸藤、この組み合わせはちょっと先の展開をなかなか予想しづらい2人ですね。そうですね、この4人とも動きが早いですからね。さあ今度はおっと飛び込んでヘッドスターソイップ場外に丸藤、花道です。さあ丸藤がどうする、ショルダーで返した丸藤がスワンダイブで狙っていく、1回転しての、いやカウントは1つも入りました。おっとお互いにフェイントを入れました。この辺りの先の読み合いですね。何が出てくるか分かりませんからね。まずはお互いの動きを探り合った丸藤マルビンです。丸藤健太組はこれが8度目の防衛戦、あの 7.10 杉浦家臣組を下して以来の防衛戦ということになりました。東京ドーム以来のジュニアタッグ選手権試合、丸藤健太組、まあ、なんといっても初代トーナメントを制してから1年3ヶ月ベルトを手放していません。もうジュニアの絶対的な王者のタッグになってきましたね。もう本当にね、このタッグベルトってこの2人の象徴ですからね。あと試合の権利がないスワ、傑作を蹴って怒りをあらわにします。もうね、やっぱ1年以上やっぱ守ってるんで完成されたチームと言っていいでしょう。そうですね。あと顔面へ、これも動きをよく読んでいました。さあ丸藤が何を見せるか、場外戦です。場外に落としてそこに健太、健太が丸瓶の腕を捉えて傑作攻撃、リングの上では丸藤が諏訪を牽制した、おーキック一発、重い蹴りが胸元を襲いました。キックボクシングのジムに通い始めて早2年になろうという健太、重い蹴りがマルビンを襲っています。リング上はもどかしそうな諏訪、それを挑発する丸藤、マルビンが捕まっています。朝子さんのお話にもありましたが、試合前の諏訪選手も今日は自分が一人で決めるぐらいの気持ちでいくという話がありました、はい、こういう時間はもどかしいでしょうね。そうですよ、でも丸見選手にしたってね3度目ですからね、やっぱり3度目の正直でどうしても欲しいっていうのがあると思うんですよ。で、はい、諏訪選手もどうしても負けられない、これからやっぱ自分の、ね、存在をアピールするためにも負けられない、生きていくためにも負けられない、やはり、ね、崖っぷちですからね、はい、やっぱ崖っぷちにいる人間は強いと思いますよ。そういう意味ではある意味丸藤健太手強い挑戦者と言っていいでしょうね、はい、いや本当に、ね、やっぱりね、技うんぬんじゃなくて気持ち的にやっぱりね、相当きついと思いますよ、はい、リッキー・マルビンはクベントゥ・ゲレーラと組んで去年の11月この丸藤健太に挑んで敗れています。そして札幌でも小太郎と組んで挑みましたが敗れました、はい、今諏訪が椅子を手にしましたが、ここは一度手から離しています。カバーに入ったのは丸藤、ラフは得意ですからね、ラフファイトとかああいう展開になるとね、やはりね、はい、諏訪選手のペースになっていくと思うんですよ。そうでしょうね、はい、なんといっても自分の持ち味であるラフファイト、おそらくドアジュニアではそういったスタイルの選手もいなければなかなか対応できないはずだと話していた諏訪です。やはりジュニアの中では、ね、どちらかというと諏訪選手異質ですからね。あ、そうかもしれませんね、そして、まあ、かつて所属した登竜門の中でもパワーファイター、はい、さらにはラフファイターとして諏訪は知られていました。どちらかというと諏訪選手の場合見てるとね、相手の技を受けながら自分のペースに持っていくタイプだと思うんですよ。だから非常に受けというのは非常に強いと思うんで、はい、やはり、どんだけ効いたかというのが分かりにくいですよね。ここはただちょっとパートナーのマルビンの動きが鈍くなってきました。無理やり健太が引き起こす形で抱え上げてボディスラム、ロープの反動を使って一往復するか、おー諏訪に行った諏訪に行った、いやー丸藤健太ともにこの諏訪に対しては相当高い意識を持ってますね。今はね諏訪選手ちょっと分からなかったと思いますよ、自分の方に来るのは。ここは意表を突かれました諏訪、マルビンがタッチを求めようとしますが当然諏訪はいません。あー悔しそうな表情を見せた諏訪です。
ここは意表をついてきました。あっと今諏訪が今リングの外にありましたが工具を手にしたか、それをエプロンサイドにさっとしまいましたが、ね、レフリーがちょっと向こうの方に注意を引かれてて見てませんからね、そうですね、これは次なるラフ攻撃への何か呼び水となるんでしょうか。今エプロンの下に諏訪が何かを隠しました。さあパートナーのマルビンが捕まっています。丸藤健太組、8度の防衛というのはあの GHC ヘビー小橋健太に次ぐノアの中での記録ということになっています。この丸藤も小橋の記録を超えたいとはっきりと明言しました。まあ、次から次へとノアの中からあるいは外から難敵が来るたびに退けて、はい、もう敵はいないんじゃないかという声も上がってきそうなこの2人の防衛ロードですね。まあ、そう思いたいでしょうけどね、まあ、次々チャレンジャー名乗り出ますからね。そうですね、やっぱり、ね、チャレンジャーの方もグレードアップしてきますから。なるほど、はい、その分ねやっぱあの防衛するたびにきつくなってくると思いますよ、はい、その丸藤がマルビンの腕を捉えてタッチしたければしてみろ、そんな視線を諏訪に向けました。諏訪選手ね一回も今のところにね、助けに入ってないんですよ。そうですね、やはりねまだ大丈夫だっていう足があると思います。なるほど、はい、マルビンへの攻撃をカットしに行きませんね、はい、あ足を蹴った、そしてあーセカンドロックから、この瞬発力があります、リッキーマルビン、ね、早いでしょ、早いからねいくらマルフジ選手がね反射神経を変わせないんですよね、さあ諏訪が入ってきた、諏訪が入ってきた、顔面へ強烈なドロップキックを見舞っていきました。諏訪顔面を捉えた、燃えます。諏訪1975年8月31日生まれは29歳、ノアで言いますと金丸の1歳年上という諏訪、キャリアは7年と5ヶ月、登竜門の育成です。ここも反則ギリギリの攻撃を見せました。登竜門1期生としてあのシーマあるいはマグナム東京など5人しかいない1期生の1人、メキシコに留学し97年5月に現地でデビューをしました。キャリア7年5ヶ月の諏訪、その言ってみればレスラーとしての全てを培った登竜門ドラゴンゲートを退団してのフリー宣言、その決意たるやものすごいものがあるでしょう。ショルダースルー、何か巻き込むようにして落としてきました。右肩にはテーピング、この肩の怪我が原因で実は一度取った登竜門のベルトを返上している諏訪、はい、山本へのチョップを打っていくのは丸藤です。丸藤健太が捕まえました。そしてタッチを交わします。丸藤選手がきついですよね、倍返しですからね。そうですね、やられた分を返してきました。そして健太のこの強烈なキック、諏訪の胸元を捉えていきます。そして丸藤ががっちり足を捉えてというアシスト、この辺りもチャンピオンチームとしての息の合っているところを見せているんでしょうか。あ、何かおちょくるように顔面への蹴りは健太、まあ、健太の負けん気の強さというものもものすごいものがありますね。気強いですよ、その健太の持ち味であるキックを体で浴びています諏訪。諏訪選手もね体頑丈ですよね、あんだけ蹴られてもね、まだ壊れませんからね。あ、そうですね、諏訪が立ち上がってきた、それでもかね、もっと蹴ろもっと蹴ろって感じですよね、立ち上がった諏訪、かわした、逆に張り返した、あーっとちょっと動画入れている、タグパンチ、パンチですよ 今はナックルパートです。パンチがいった、マルビンが飛んだ、反則攻撃です。さあマルビンが飛ぶか、マルビンがスワンダイブして、あートルニーゾースワンダイブしてのトルニーゾー、フェンス越え、フェンス越え、フェンスを越えた、すごいですよね、なんと傑作を超えていきました、マルビンのスパンダイム式トルニード。メキシコ仕込み、デビューからは9年と6ヶ月、実はキャリアが一番長いのはこのリッキー・マルビン。メキシコの運河サラブレッドがその天才的な動きを披露しました。リング上は健太が捕まっています。3度目の正直にかけるマルビン、そして新たな一歩、けじめの一戦、フリーとしての全てをかけてこのタイトルマッチに臨んでいる諏訪。いや、浅子さんのお話の通り気持ちが伝わってくるチャレンジャーチームですね。そうですね、で今の一発で、ね、やっぱりね丸藤選手はダメージを負ってますから、これ健太選手ロンバトルするいいチャンスですよ、はい、今の急所ですもんね。そうですね、トップロープに急所を落として、あー蹴り上げた、蹴り上げていきました、健太の急所へのダメージ、女性ファンから悲鳴、男性ファンからのブーイングが響きます。代々木競技場第2体育館、丸藤はまだ鉄柵の外、試合に参加するにはまだ時間がかかりそうです。あ、顔面を踏みつけた、
朝子さん、はい、諏訪選手はここまでのラップファイト今シリーズまだ見せていませんでしたね。そうですね、やっぱり、ね、キャリアも、ね、結構長いですからね、はい、インサイドワークという点でもやっぱ上手いですよね、見てるとね、さあここで飛んでいきます。あっとここは連携を見せました諏訪丸瓶組、ラフにね細かい技をミックスしてくるんですよこうやって、はい、さあ足を捉えた、ロメロスペシャルに行こうというのがリッキー丸瓶、腕を捉えた、さあここで腕を捕まえて、そしてテコの原理で日本語で行くぞと吠えたリッキー・マルビンがシーソーのように勢いをつけて持ち上げました。ロメロスロープは近いですよね、見事な釣り店長から回していく、回していく、回していく、ケンタは苦しい、いやこれはケンタは苦しいですね、苦しいですね、ああやって回られてしまうとね、はい、ロープの位置が自由に変えられてしまいますから、そうするとねやっぱり逃げられませんよね。なるほど、そして逆水平、諏訪が打っていきました、カバーに入る、なんとかカウント2で返したケンタ。言うまでもありませんがリッキー・マルビンはメキシコ出身、メキシコ仕込みの動きがありますが、諏訪も登竜門ということでデビューはメキシコ、はい、メキシコでの武者修行がありました。ですから朝子さん、この2人のコミュニケーション、はい、なんとスペイン語だそうですよ。やっぱりね諏訪選手のね大の呼吸ってもおかしくないでしょうね、メキシコね。さあ連携を見せるか、諏訪がセカンドロープから飛びそうだ、あっとなんと急所へのエルボー、急所へのエルボー、これは強烈、あまりに強烈、いやちょっとねこれレフリーをチェックした方がいいかもしれないですよ。ちょっと男としては形容しがたい痛みです。ケンタの状況に我が身を置き換えるともうこの痛みの描写言葉では尽くすことができません。しかも肘が鋭角に入ってますから、これは厳しい。ケンタ、いや反則攻撃とはいえ勝利への執念を見せます諏訪です。試合の権利は諏訪に移っている。なんかねもうね何が何でも勝つのが見えますよね。前哨戦ではここまでやりませんでした諏訪、この一戦にかける意気込み、フリーとして生き残るその必殺が伝わってくる諏訪です。さあ引き倒しておいてチャーネルクラッチに入った、腕をがっちりとキープしている。マルビンに聞いたところ自分の日本語よりも諏訪のスペイン語の方がうまいと話していました。コミュニケーションもバッチリです。その諏訪がキャメルクラッチ、さあマルビンが花道だ、何を見せるんだ、セカースライディングキック、こんな連携見たことない。持っていた諏訪選手がね、吹っ飛ぶぐらいの勢い、そうでしたね、蹴られた時のね、ケンタ選手の首が黒字に曲がったんですよ。なるほど、強烈な顔面へのキックは首を押さえられて固定されてますからね、逃げれる逃げれませんからね。そうですね、あのピンポイントですよね、顔面を捉えました。諏訪マルビンが唯一口を揃えて話していたことがあります。自分とマルビン、あるいは諏訪は動きが全く違う、だからあるいは今までにないような連携が生まれるかもしれないという話をしていました。まさにそういう動きだったと言ってもいいかもしれませんね。その言葉通りね、今までの連携がもう考えられないような動きが出てますよね。逆に見ますと丸藤健太は今までに食らったことのない攻撃、さあ今テーピングを取った、テーピングを取った反則攻撃だ、ここも 100% の反則攻撃ですが、レフリーの資格、レフリーの資格、レフリーを背にしてるでしょ、レフリーは向こうにチームを取られている上に自分の、ね、コーナー側を向いてますからね、はい、だからもう分かんないですよ、レフリーには見えません、レフリーには見えない、そしてまだレフリー分かってませんよ、これケンタのうめき声がこの中央前から聞こえてきます。試合時間は15分を経過、ケンタは苦しい、あーケンタの下が苦しい、いやー諏訪のテーピングが狂気とかしました。あらゆるものを攻撃の武器と変えていく諏訪、ケンタ選手今尋常なら苦しみながらですよね、朝子さん、このケンタは回復までかなり時間がかかりそうですね。やはりね今まで肩はね脱臼したことありますけどね、今のを見ると動きに支障ないですからね。そうですね、まあ、諏訪選手ももしかしたら最初からあれを使うために参ったのかもしれないですね。あ、なるほど、ヘッドスタッフで返していった、ようやく健太が反撃です。そして膝を狙う、膝を狙った、足を捉えてドラゴンスクリュー、ようやく丸藤とタッチを交わすか健太、しかしマルビンが足を捉えた、マルビンが足を捉えた、ダンツイー、強烈なキック、ようやく丸藤とタッチを交わしました。円髄を食らって動きが止まったマルビン、入ってきた丸藤直道、秋山純を下して白い GHC も手にしました。
ヘビーと対等に戦えるジュニア選手を目指したい、そう話した丸藤。自らの勲章で白い GHC を手にしました。スマをロープに振って高いドロップキック、あその勢いでそのままカバーに来た。カウントは2つ。開幕前はなぜ諏訪とやらなければいけないのかわからないと話していた丸藤ですが、しかし開幕で一度戦ってあれほどいい選手ならば面白くなりそうだと話した丸藤。あーとエプロンサイドの諏訪をも見ていた丸藤。さあマルビンが膝をついた丸藤に対してシックスワンライン、顔面を捉えた。動きが目まぐるしいエプロンサイド、何を見せるんだ。おっと飛びついて、しかし丸藤も返しています。またも先の読み合いから飛ぶのは丸藤か。ハンドをつけて飛んでいった、ノーナッツドベー、スタリマルバテノーナッツドベー。諏訪マルビンに完工。諏訪マルビン組まとめて投げ倒した丸藤直光、トップロープ越えのノータッチトペ。高さで2人を凌駕しました丸藤、見事に決まりました。これ2人に行ってますからね。マルビンが何かエプロンで仕掛けようとしたんですが、それを見ていました。そしてかわして間髪入れずのノータッチトペ。試合の流れを完全に我がものにしていくのか、チャンピオン丸藤直道。ケンタはまだダメージが残っていそうです。おっとくるりと丸め込んだ、しかしこれもカウント1つ前です。3人のリザード。もうね、1回ね、切り替わってからの動きが丸藤は早いんですよ。はい、何かどっちかが攻撃している時間という決まりの時間はありませんね。ないです ね、 ね、もうお互いが攻めながら、これ手数が多い方がどちらかやはり有利ですからね。ここは一発で終わらずにどんどん続けていったらいいと思いますよ。なるほど。さあ再び諏訪が入ってきた。この試合に全てをかけているフリーセケスは前から落としていった。そしてカバーに入ります。でもね、この4人ともね、はい、これだけの時間が経過しているにもかかわらず、スピードが全く落ちないんですよね。落ちませんね。ダメージはお互いね、4人ともきついはずなんですよ。でもね、スピードが全く落ちないってことはね、はい、4人とも身体力相当高いですよね。なるほど。ノアレベルのハイレベルの高さ、はい、それも盛り上がってますよね。丸め込んでいって意外なところからカバーに入った。カウントが入る。どうだ。2つ。ノアジュニアは最強と話した丸藤がその最強であることを証明する戦い。おっと足を捉えて、おー抱え上げた。この体勢から前に落とした。さあここから距離を取った。諏訪が自らの世界に投入していく。場内は諏訪に対してのこの大歓声。いくぞ。あーと丸藤がジョン・ウーを返そうとした。ジョン・ウーを返そうとしました。これには怒りを込めて本家本元がもう一度いくか。いや腕をロックした。前に落とすか。いやトリプル F には行かせません。蹴り倒していった諏訪。トラスキックからさあ知らぬいに行く。知らぬい見事に決めた。あでもカバーいけませんね。カバーにはいけませんね。それだけダメージがあった丸藤。諏訪がジョン・ウーに行こうといったところ、同じ動きで返した丸藤。そして知らぬ家と持っていきました。両者のクラウン、マルビンが諏訪を鼓舞する手拍子、それに合わせて場内から大きな手拍子。諏訪コールも起こっているでしょうか。ケンタ選手がどれだけ回復してるかですよね。そうですね。先ほど苦しんだケンタが試合の権利。あーっと膝を落とした。これは強烈です。そしてカバーに入る盤石のチャンピオンチームケンタのカバー。カウント2つ。数々の難敵を下してきた丸藤ケンタにマルビンとのタッグで挑んでいる諏訪。ここは試合を決めるのか。キックを打ってエプロンサイドから諏訪ダイブの、あーっとマルビンに行った。よく見ていたケンタ。さらには諏訪を攻撃で捉える。バックに回ってジャーマン高速ジャーマンホールド。試合時間は20分を経過した。試合を決める宣言をした健太。さあ諏訪への飛び下げりやったーと止めた。止めた。受け止めてどうするんだ。抱え上げた。健太が抱え上げたがそれもこらえる。顔面をロープに飛んでキックを顔面捉えて右からロープに飛んでさあ止め捉えた。マンガッタンドロップから一気に決めるか。腕を捉えた。ダブルのアームロックからケンタがこらえている。丸藤が来た。この辺りは後ろに目がなければいけません。マルビンが飛んでいく。今チャレンジャーシーンも襲わせますよ。諏
馬場一気に決めたいところですから、ここは攻めなきゃダメですよ、苦しく、はい、お互い苦しいですからね、攻めないとダメですね、ここで攻め込んだ方が有利ですね、有利ですね、諏訪が起き上がりました。さあチャンピオンチームはピンチ、逆に諏訪は大チャンス。さあ流れ式の攻撃を見舞うのか、諏訪がニュートラルコーナーにケンタを座らせた。何を見せる、まさかまさか流れ式でいくのか、なんとそんな危険な技を流れ式で打つのか。マルフィスが止める、トリプル F にはいけない、逆に肩車の体勢はマルフィス、諏訪を捉えた。さあケンタが、いや顔面をかきむしりました。あーっと股間を蹴り上げた、股間を蹴り上げた、あーっと右手三者がダウンです。朝子さん、はい、ここで各選手苦しくなってきました。いや4人がいるともこれ相当苦しいと思いますよ、早く決まってくれと心の中で思ってると思いますよ。8度目の防衛、はい、盤石の王者の体勢を作りたい丸藤健太、一方裸一貫フリーとしてノアにの殴り込みをかけてきた諏訪、これ、ね、諏訪これだけ決まらないとね、4人がいるとやっぱ精神的にも焦ってきますよね、諏訪は自分の切り札を出してしまうとね、次が、ね、はい、やっぱりないっていうのがあると思うんですよ。なるほど、今ようやくマルビンとタッチ、マルフジは赤コーナーにいません、ケンタのはタッチ相手はいません、分断した、619で分断、カバーに入ったマルビン、カウントは2つ、3度目の正直のリッキーマルビン、ゲレーラと挑み敗れました、コタローと組んで蹴散らされました。3度目の正直でケンタに挑むマルビン、しかしこれをこらえたケンタ、バックに回ってジャーマン、これも高速だ、低空のジャーマンホールドした、際どいタイミングはカウント2、マルビンも諏訪に利用されているわけでは決してありません、自分もその GHC のタイトルが欲しいんだ、きっぱりと日本語で話した諏訪が、マルビンが終わりを宣言をした。これは強烈なキックが見舞いました。あーっと丸藤のカットは諏訪がかわした。さあ流れ式のケンタに後ろから諏訪、大歓声の代々木競技場第2体育館、さあ連携するのか、この2人が連携するか、諏訪がケンタを捉えた、リングの中央からどうする、抱えて前から落とした、そして丸藤ひねりを加えてボディープレス、どうだ、なんとか丸藤間に合った、ちょっと間に合いましたね、今間に合わなければ危ないタイミングでしたね、本当危ないですよ、ものすごいいきなりです。朝子さんの声も聞こえなくなってきました、ものすごい大歓声、メインイベントジュニアの4人が分かっています、モーンサルトはケンタンカット、しかしマルビン立ち上がった、キックで蹴散らす、ダリアット、しかしクラッシュキック、4人が意味で破る、マルビンがなんとマルビンが知らぬいを打った、3度目の勝利、ミドル学習したマルビンが知らぬい、そしてパワーボム、リッキーマルビン3度目の勝利、なりませんでした、なりませんでした、なんとカウントは2、無情にもカウントは2、しかしマルビンが見せます、今スリーカウント入ってもおかしくなかったのかしら、場内はリッキーマルビンが後押しする大歓声、2度の敗戦で学習しましたリッキーマルビン、上達をしたのは日本語だけではありません、知らぬいを返してケンタにパワーボム、しかし無情にも叩かれたカウントは2つ、さあマルビンと諏訪とマルフジとケンタ、この青コーナーの上に全ての思いがまたに合っています、さあ連携だ、パワーボムと知らぬい、これはあまりにも強烈だった、諏訪がカット、諏訪がカット、ものすごい試合になってきた、大歓声が充満します、代々木第一体育館、ダブルの蹴り、試合時間は25分、観客の歓声と4人の思いがこの体育館を埋め尽くしました、ケンタの蹴り、これでもか、これでもか、これを食らえ、即答でカウント2つ、この試合何で決まるんだ、カウント2、抱え上げたケンタが膝を打った、強烈な膝蹴りから今度こそ盤石のカバーはカウント3つ、チャンピオン防衛、丸内ケンタ盤石、8度目の防衛成功、丸内ケンタ、最後はケンタのその武器、膝がうなりを上げました、ものすごい大波が襲いかかったここ代々木第一体育館、試合を制したのはチャンピオンチーム丸内ケンタ、その2年間の努力で培ってきましたケンタの強烈な蹴りがリッキー・マルビンをグリーンのマットに沈めました、フリーのレスラーとして殴り込んで、そして全てをこの一戦にかけた諏訪の思い、
3度目の正直にかけ知らぬ今で出したマルビンの思いはここ代々木に散りました。25分34秒の熱戦、朝子さん、はい、ものすごい試合でしたよね。そうですね、この25分間ノンストップの4選手がね戦いに来ましたよね、はい、でいつこの25分がいつ決まってもおかしくない、はい、そういうシーンが何度もありました、で最後に勝ちました健太選手ですけどね、やっぱり、ね、その集中力、最後の集中力っていうのがやっぱり込めたいですよね、はい、最後は一気のラッシュ、これがやはりチャンピオンのベルトにかける執念か。健太がラッシュを見せ、そしてベルトを守りました。いやしかしマルビンは悔し涙でしょうか、本当によく戦いましたよね。そうですね、僕はねこれ4人の生き様を見ましたよね、試合を通して。ああ、諏訪がまだ行く、諏訪は本当に悔しい、諏訪は悔しい、諏訪は全てをかけていた、負けてもまだ納得がいきません。この試合に自分のレスラーとしての生き様をかけていた諏訪、本当に悔しい。